こちらは、2009年のウルトラハイリリーフ金貨の、PCGS 社の MS70、プルーフライクという、鑑定になっています。直径27ミリで重量が 31.1グラム、1オンスですね。 99.99% の純金の金貨です。38年間アメリカの造幣局でダイレクターだった、エドモンド・シー・モイさんのサインが入った、限定物になっています。この PCGS の MS70 のプルーフライクというのが、最高グレードになっています。まあ、この上にもファーストストライクというものがあるんですが、それを除くと、これが最高グレードで、一番いい商品です。